ベルリン放送交響楽団は、ドイツベルリンに本拠を置くオーケストラ。略称は、RSB。主に、ベルリンフィルハーモニー及びベルリンコンチェルトハウスで演奏会を行っている。1923年に設立された。第二次世界大戦後は、東ベルリン側に属し、DDR ラジオ放送局の放送オーケストラとなった。ドイツ再統一後の1994年に、 リアス室内合唱団、ベルリン放送合唱団、ベルリンドイツ公共楽団、ベルリン放送公共楽団の四団体を所有する有限会社であるルントフンクオーケスターウント庁 GMBH ベルリンが設立され、その参加となった。この有限会社には、ドイツラントラジオが四十パーセント、ドイツ連邦共和国政府が三十五パーセント、ベルリン市が二十パーセント。 ベルリン・ブランデンブルク放送協会が5%をそれぞれ出資している。日本で発売されたハインツ・レーグナー式による録音では一時期、ベルリン放送管元楽団と記されている。当時、ベルリン放送公共楽団の名称であった西ベルリンの現ベルリンドイツ公共楽団との区別を意図したものと考えられる。同じ団体の録音が2種類の日本名で流通する。 結果となった上に、同時期に、ベルリン放送還元楽団の名で、日本でも録音発売があった、DDR 所属の第二オーケストラ、ベルリンラジオオーケストラとも混同されるなど、かえって混乱を助長した。なお、この時期、日本名で、ベルリン公共楽団と呼ばれる団体も、東西別個に存在したが、こちらも同じ名で録音が流通した。2009年には、ベルリンドイツ公共楽団を、 九州合併するという話が出たが、関係者の猛反発を受けて、結局撤回されている。日本語に直訳すると、ベルリンの放送オーケストラ及び合唱団、有限会社ハットダイファースヒンターであやプランテン、オーケスターフュージョン、ドイツ語、ベルリンフィルラウンジ第13号より、ドイツ発最新音楽ニュース、ベルリンドイツ公共楽団、ベルリン放送協公共楽団の統合案と、 その点末、ありがとうございます。